はい、伊勢の現場で現場監督を最近ちょっとここ数日見てないんですけども、こちらにも事務所の監督がいました。はい、四日市の現場に来ましてですね、もうここを一旦これで、ちょっと本当の完成ってわけじゃないんですけどもね、形だけできましたので、一旦これで、完了検査で、引っ越しということになります。室内の方もですね、大工さん3人体制でですね、やっております。また滋賀からですね、女子大工が応援に来てくれました。はい、こちらも最後の仕上げでですね、棚板を作ったりとか、頑張っておりますよ。今日はですね、棚板がいっぱいいるという部屋なんですね。これね、数がやっぱり多いもんでね、仕事が一箇所は単純な仕事なんですけどもね、すごい膨大な量になってくるということで、なかなか手間がかかってるわけです。ここはなんかね、ベンチみたいなものができてますけどね、ここへ座って、コーヒーでもってわけじゃなくて、ここはですね、なんか、棚になっているということでね、ちょっとよく分かってないんですけども、はい。はい、キッチンもですね、こういう感じで、やってもらっていただいてですね。はい、屋根のね、補修とかを、ちょっとね、応急補修をですね、前から頼まれていたやつを一件だけちょっと、今日終わらしてきまして、伊勢まではね、今日ちょっともうよう行かないように、行かない感じでした。まあ、職人さんもこう二人入ってくれててね、今日は段取りはね、一応、今日できることの段取りはしてあるはずなので、で特に行かなくても大丈夫かなという感じで、こちら通道北の方だけでね過ごしましたけれども、雨がねそろそろ結構本格的になって、ちょっと前に津市に大雨警報が、ね、出たらしくってですね、屋根の上からねもうちょっと滑って追ってきそうかなと思うぐらいでの、ね、結構雨が降ってました。そんな感じで、今からねまたちょっと別件の打ち合わせが夜あるので、ちょっとね、いろいろ準備をして向かおうと思います。作業場の方はですね、いろいろ飛ばないように重しをかけたりとか縛ったりとか、大体できましたので、まあ万全とは言えませんけども、できる限りのことはしたつもりですので、これで、いいかなと思います。はい、津駅前の繁華街におりましてですね、なぜこんなところにいるかというとですね、今日今晩打ち合わせでですね、電車でね、ちょっと遠方からの友達がやってくるので津駅までちょっと迎えに来まして、決してね飲み屋さんで飲むわけじゃなくてですね、ちょっとね津駅の近くのですね、私がですね関わっているギャラリーの、ね、事務室をお借りして、ちょっとそこで打ち合わせをするわけなんですけれども、そんなことで、ちょっとね電車が到着するまで、ちょっと待っていようと思います。はい、津市内でですねこんなギャラリーがありましてですね、これ四天王会館というですね、津の栄町にあるお寺のですね、境内の北の方にねあるビルなんですけれども、ここの1階にですね入ってるギャラリーはですね、いろいろ運営関係で私らの成功の頃からずっと関わってまして、そこのね、そこで年末にですねまたちょっと、もうこの関係のですねとある展示会をやりますもんで、そこの線の打ち合わせということで、仲間がちょっと集まっております。ね、こんな感じで、この辺かな、はい、そういう感じで、また中はですねまたいろいろとボルボックスで検索するといろいろ出てくると思いますので、はい、そんなことで、はい、ありがとうございました。また年末のお楽しみです。これね、これは素晴らしい操り人形ですね。ロボット。すごいすごい。なんとね、3本だけで動いてるんですよね、糸がね。これは、うん。まあ、ここにもね、またそのうち登場します。